皆さんは接合部っていうものを意識してますか？接合部っていうのは、まあ、接合線、まあ、線とも言いますけど、まあ、少し幅がありますので接合部と言いますけれども、刈り上げてある時にですね、この、まあ、起毛部ですね、この立っているところ、そして上の腹毛部、寝ているところですね、その中間にあるこの線のことですね。で、この接合部の、まあ、位置だとかこう形、前後のバランスっていうのが、まあ、ヘアスタイルの印象を大きくこう変えていくんですけども、まあ、それが非常に重要なものなんですね。で、まずですね、ここに基本的な接合部の、基準があります、まあ、これ、フォーマルカットでの発形企画なんですけども、ここに赤い線が何本かありますけれども、一番下のところにですね、ここにロングって書いてあります。ロングというのは、まあ、ミディアムっていうスタイルよりも少し長いスタイルですね。接合部が低いわけですから。で、ロングの基準はですね、側頭部においては自上 1.5 センチ以下で、この自上というのはですね、この設計学上ではこの目の線、要するに耳の付け根ですね。で、ただこの自上 1.5 センチというのが目の線だからといってですね、ウィッグによっては非常にそうすると幅がありすぎる場合もあるので、まあ、標準的な場合にということなんですが、自上 1.5 センチ以下ですね。そして後頭部においては後下ですね、この突起の下の後下、ここを、まあ、なだらかにつなぐ線ですね。まあ、始まりの位置としてはもみあげのこの前の角からですね。で、そこよりも低いものがロングの接合部です。で、そしてですね、じゃあ飛んで、ミディアム飛んでですね、ちょっと上の方に行きますけれども、ハーフロングの接合部がここにあります。ハーフロングっていうのは上段上部、上段部というのは、切除突起から、全額発砕線のところですね。この、まあ、人間でいうと3センチなんですけども、それを3等分して上段上部ですね、この1センチの中に接合部が収まるものがハーフロングと言います。で、さらにもっと高いところに接合部があることもあるんですけど、まあ、それはショートカットパーティングとかですね、そういうような言われ方ですけど、まあ、一応ハーフロングを一番高いのとしてここではお話しします。で、ロングからハーフロングまでの間の接合部、これ全てミディアム、ミディアムです。この中どこにあろうがですね。で、そんな中でですね、標準的なミディアム、まあ、中央のミディアムですね、というのが基準としてあります。それは側頭部においては自上3センチです、まあ、これは以下ではなくて3センチですね。そして後頭部においては下段部というのは、この目の線と鼻の、まあ、この線が鼻の線というんですけど、鼻の線の中間が下段部なんですが、まあ、下段部の中ほどということで、こういう感じですね。まあ、後ろから見るとこういう線になるんですけれども、まあ、いわゆる国家試験での、ミディアムっていうのはこの中央のミディアムを、指すわけなんですね。で、まあ、そういう基準があるんですけれども、この前後のですね、位置のこの基準っていうのが非常に、まあ、大事なものなんですね。この基本的なものなんですけれども、これがですね、例えば、側頭部ではミディアム、後頭部ではロングの位置の接合部下がるような感じですね、っていうようなスタイルっていうのは、いわゆる裏返しって昔から言われています。で、そうするとですね、重心の位置がこう変わってくるんですね。前の方が軽くなって後ろの方が重くなります。で、まあ、裏返しっていう言葉から言うと非常にそれはバランスの悪いものという感じなんですが、じゃあ今のヘアスタイルを見たときにですね、まあ、ファッションとして考えたときに、まあ、この基本のスタイルが、基本の接合部があって、そして、そのバランスのいい重心っていうのを理解したときに、じゃあ応用していくということは、また流行としてこう流行のヘアスタイルを作っていくときというのは、やはり基本を崩していくところに、まあ、流行というものがあるとも言えると思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、今のフェードカットみたいなスタイルっていうのはほとんど、まあ、ここでいうところの裏返しなんですが、まあ、それが
まあ流行ですから、まあかっこいいものになっていくわけですね。この流行りっていうのは本当にそれが流行ってる時っていうのは非常にこう、まあ、かっこよさも出てきますので、でただその前にこういうふうに基本的な接合部があるということを知るということですね。ここを知ることで、まあ、応用というものがですね、本当に10倍も20倍も、広がることができるっていうふうに思います。このウィッグ、まあ、ロングぐらいにカットされてるんですけども、例えば、さっきの基本の話に戻りますけど、ここからですね、1.5 センチって言ってもこの程度なんですよね。ですから、まあ、この場合には目の線ということではなくてですね、まあ、ちょうどこのぐらいになりますけど、ここからですね、まあ、今の線が出てこの辺になってますので、こういう感じですね。こんなような感じにこのウィッグはカットされています。まあ、ロングぐらいで標準的な接合部といいます。で、ここでですね、今の流行りのスタイル、フェードも流行ってると言いましたけれども、じゃあこのウィッグちょっと見てみましょうか。で、このウィッグはですね、まあ、今の、もう一つの流行ってるこうマッシュ系の頭なんですけれども、これもですね、これまあ刈り上げてるとは言えないんですけど、まあ、2セクションでカットしてありますけど、ただどんなヘアスタイルもやはり前後のこの重心のバランスですね、前と後ろのバランスっていうのがあるわけですね。で、そのバランスっていうのは何で、こういうスタイルの場合何でできてるかっていうと、まあ、刈り上げてるわけではないので、一つにはまあシルエットですね、張りの位置がどこにあるかっていうことですね。それと、まあ、ここがもうちょっと薄くなってくるとですね、ここに色が出てきますので、当然刈り上げの度合いによっても違ってくるんですけど、要するにこの辺の厚さとシルエットによって後ろの重心が決まって、それに対して今度前 の, バラあの重心とですね、この前後のバランスが、取れてるかどうかということなんですね。で、まあ、今のスタイルこの感じで言うと、なんとなくこんなような前と後ろのカッツがあり、こんなような線、まあ、一箇所どこ重心がどこにあるってこうはっきり言えるものではないんですけど、これがですね、じゃあここ刈り上がっちゃうとですね、刈り上げてみるとこれがもう少し上がってきます。で、今度はですね、まあ、これはいいですね。まあもちろんそれもですね、じゃあ前髪をこれをもうちょっと、少しこっち横にとかしたりですね、こう上げたりすることによって、もう仕上がりとしての重心っていうのはまたこれで変わってきます。ですから本当にとかし方でも変わってくるんですけど、この重心ということで考えてくると、まあ、今のヘアスタイルっていうものはですね、こう普段のサロンでの仕事もそうですけど、街を歩いているこう人たちの、頭なんか見てもですね、デザインっていうのも見えてくると思うんですね。で、特に今はですね、この重心が、まあ、フェードでは完全に裏返しなんですけど、今のこういうマッシュ系の頭っていうのは逆に重心が前を重く後ろを高くするバランスですね。逆のまあ裏返しといえば裏返しなんですけど、そういうものがこう流行ってきてるんですね。で、そうすると、まあ、基本的なものから言ったらやっぱおかしい、まあ、最初は例えばもう、まあ、そういう頭は街でいっぱい見ますけど、最初見た時にはやっぱりなんかおかしいっていうふうにこう感じる人が多かったんだと思うんですね。で、それが見慣れてくると、むしろもうここ後ろ下半分はもう取っちゃうような頭の方がなんかこうかっこいいようにこう、まあ、見慣れるというかですね、それは流行なんですね。まあ、そんなことをですね、今からちょっと別のこちらのウィッグを使ってですね、少しの一つの実験をしながらやってみたいと思います。じゃあ今このスタイル、ちょっと横から撮ってもらっていいですかね。実際にちょっとこうそんなには長くないんですけど、このスタイルの、重心、これ今濡れてますからあれですけど、重心はってこと考えると、
まあ、ここにこれだけの長さありますから、やっぱりその重さっていうのは出ますよね。そして、前髪もですね、じゃあ例えばこう下ろしてたら、こういうふうに下ろしてるとですね、前と後ろの、あの重心っていうのの見方が、こういう感じだなっていうのが分かります。じゃあこれがもう一つですね、これこの横の毛をちょっとこう、これ今長さ少しありますので、少し耳にかけるようにしますね。こうやって耳にかけて、で前髪も、まあ、あんまり下ろさないでちょっと上げるようにします。こんなとかしをするとですね、こっちの前の重さがなくなって、こっちの方が重くなりますよね。まあ、どうここをどうシルエットにするかにもよっても違うんですけど、まあ、そんな風にですね、とかし方一つでもそうなんですけど、膨らまし方というか、このどういうシルエットを作るかによっても違います。で、まあ、ドライヤーとかスタイリング剤でシルエットをね、こう抑えたり膨らましたりするってことできるんですけど、ただやっぱりカットっていうのは当然ですね、そういうシルエットを作るベースになるものですから、まあ、カットで作るその重心ということで、まあ、これまあ前髪だってそんなに上げるような感じでもないので、こういう感じですね。これを今からですね、後ろを少しずつ取っていって、重心が、どんな感じでこう変化していくかっていうのをですね、実際切りながら、見ながら、ね、あと見てみたい、検証してみたいと思います。じゃあですね、これ今これだけ長さありますので、ここを少し取ってみますね。少しこの両角をちょっと取るぐらいにしてみます。あの少し V っぽくですね、あんまりこう短くしちゃうというよりもですね、まあ、それでまずはイメージがどうなるかということですね。生え際がだいぶ黒く残っちゃいますので、これだけ薄く取ります。これでですね、まあ、こういうふうにバリカン入れましたので、ここからこっちに向かうようにですね、横はまだ切らないので、ちょっと固定刈りを入れて、でもすぐにこう抜ける感じの、本当にこの一番下だけを取る程度ですね、今のところ。刺すときはこの一句原型が このぐらいの角度になってますので、上の方を太りすぎないためにはしっかり腰を落として切るといいですね。
こうやって少し取っただけでも重心が少しですね、後ろが上がると思うんですね。このぐらいでまず見てみますね、こういう感じで。これを取るとですね、さっき、まあ、重心なんとなく下がっていたものが少し上がります。そうすると前とのバランスで、なんとなくさっきこうなったものが少し後ろが上がって、この辺のですね、こんな感じのこうバランスになってくると思うんですね。で、それはまあ、もうファッションということで考えると、もちろんどれがいいとかっていうんじゃなくて、重心が上がっていくということだけなんですね、変わることっていうのは。まあ、それが良ければ、それをそうしたいのであれば、もうそうすればいいというだけのことですから、こうですね。で、じゃあもう一つですね、今度は、これをですね、もっと高くしています。横はそれほど切らないで、後ろだけをですね、で今度はですね、ちょっと取りすぎないためにここをですね、ラッカーで止めて、止めるんですけど、これでですね、全部取っちゃうと、例えばこれをですね、全部薄くして取っちゃうとですね、まあ、ちょっとこの上の毛をかぶせますので、そうするとあまりにもここで白黒はっきりしたものができちゃってつながらなくなっちゃうので、上はあまり取りすぎない程度に下を取るような感じで刈り上げてみたいと思います。じゃあ今度ちょっとクリッパーを入れてですね、どうしても残っちゃいますね。でカットしますね。今度は連続刈り、0度を切って、集中的な運行で切っていきます。
まで切るとですね、どうなるかっていうと、また重心が上がりました。これでですね、さっきこういう、まあ、まだ後ろが下がってた重心が、今度はですね、前のこの重さというかですね、残ってる感じから言うと、もう水平っぽくなってきてるんですね。もっと取ればこうなってくるんですけど、これをですね、じゃあ今の、要するにこう流行りというかですね、まあもちろんあのマッシュのスタイルって必ずしもここをこう取っちゃうだけじゃないんですけど、むしろちょっと重めにすることだってあることはあるんですけど、まあちょっと一番極端な例として、もうこの重心がですね真横に行くような感じですね。こうストーンとですね、もうちょいだから取ってみますね。でその場合には今度は奥行き感っていうのはなくなるんですけども、完全にこう水平に取っちゃうんですね。こうやってここをまあ完全にこれをですね、ちょっとこっちのこれを取っちゃいますね。横を残して後ろをこれだけ取るっていうのは、今までの、まあ普通考えるスタイルの中ではそんなにないですね。これをですね、この上の毛もこのままだとちょっとまあ長いので、これで上のかぶさる毛もですね、これも取っちゃいますね。少しすると、どうなるかというとですね、この辺長いのでここは取っちゃいますね。難しい。これでですね、もう完全に重心が水平ぐらいになったと思います。こういうですね。で、この水平になる、これですね、この重心のバランスですね、左右の、じゃあ前後のですね。
そうするとこのスタイルってどんなイメージかっていうと、なんか坊ちゃん狩りと言われてるようなスタイルですね。まあ、一見するとですね、こう全部分けないで前にやって、前は垂らしてですね、で本当にそのまま下ろす感じで、まあ、大体前髪ちょっと目よりも下ぐらいが多いんですけど、まあ、いわゆる坊ちゃん狩りみたいな感じで、なおかつ後ろを少し刈り上げるような感じ、後ろを刈り上げた坊ちゃん狩りみたいな感じですね。そしてまたはですね、ちょっとこう綺麗に溶かしてたりすると、まあ誠ちゃんですかね、そういうようなイメージですね。誠ちゃんカットってよく言いますけど、そんなイメージのスタイルですね。でここがもっとラインをはっきり出しちゃってもいいと思うんですね。今日はまあここの毛がここそんな長くないですから、そんなにはっきりここに線が入るわけじゃないんですけど、ただこのウィッグ先ほどあんまりここ白くしちゃうと上にかぶさった時にここに線がはっきり出ちゃうのでということで、ちょっと厚くしたんですけど、まあもっと薄くするしてもいいと思いますね、この刈り上げをですね。というふうにですね、取っていくことによってこう重心が変わっていくということですね。でなおかつそのなんか後ろがすごい軽くて前が重いっていうスタイル、もう線でいうと本当に 水平ですね、水平の前後のバランスというようなイメージっていうのを、それをなんかおかしいっていうんじゃなくて、かっこよく思えることが今のヘアスタイルを作ることにつながると思うんですね。だから、そのためにはやっぱり接合部っていうものを、基本的な接合部っていうものを知って、まあ、それを操るというかですね、まあ裏返しの接合部もあれば、逆の裏返しもあるということですね。そして今はもう本当にそこまで重心が後ろを取ったようなスタイルがこう流行ってきたと。だから前髪は逆に今度取りすぎちゃってもダメですね。やっぱり前髪というのは、まあ、今のこういうヘアスタイルっていうのはもう目よりももう下ですね、目よりも下で切っといて軽くして、そうするとちょっとこう全部下ろすにはやっぱりまあいくらね若者でもちょっと鬱陶しいと思うんですね。そうするとやはり長い部分をこう普段の生活の中ではまあ両目髪の毛で下ろして見えないって言ったらちょっと生活普段いろいろしにくいので、まあ、例えば片目だけでもこう分けて片目だけでも見えるようにしとくとか、まあ、場合によっては上げちゃうこともありますし、まあ、仕上げでここのところにボリュームを持たせてこうちょっと遠くにしといて目に入らないぐらいにすることもありますけど、まあ、下ろして全部切っちゃうと親切でやったつもりがもう短くなりすぎるってことがありますので、ということで今日は、接合部を知ると、応用が10倍広まるということで、この一句切りながら説明させていただきました。以上です。